作官学院収集機限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは2012年にマーベラス AQL が任天堂 3DS 向けに発売した牧場物語始まりの大地です。はい、こういうね任天堂 3DS の白パッケージです。で、まあ表面から見ていくと任天堂 3DS のね、まあ、帯があって、で任天堂ネットワーク対応で 0A 全年齢対象ね。でここにマーベラス AQL のロゴがありますね。で、牧場物語始まりの大地っていうね、まあ、タイトルロゴがあって、これは一応下の方にね畑かな、まあ、自然っていうか畑があって、人参とか大根が見えてて、でこの牧場物語のところにこう稲がねこうかぶってて、でロゴっていう意味ではここら辺もロゴなのかな。このみかんとかねトマトとかかぼちゃとかもこう彩りを添えてって感じ、まあ花もあるのかな、というような結構豪華なタイトルロゴでいいんだよね。他にないから多分、でもこう絵柄的にはこうタイトルロゴは結構豪華になってます。で一応ねこうなんか収穫したものを持ってるのかな、果物の野菜を持ってて、こっち側にはなんか農業系じゃないな、なんだろう、こうなんだこれ酪農系か、酪農系のものがねこう動物たちがいっぱいいて、まあ酪農系の、ね、収穫物ね、牛乳とかね、卵とかがあるのかな。でまあ男の子と女の子いるっていうか両方とも選べるよっていうような、デザインなのかなこれは。で結構動物可愛いですよね。で裏面見るとまあキャラクターがいっぱいいて、でキャッチがあって、まあ、説明文があって、画面写真が4点ほどあるような作りですね。で新たな土地で牧場生活を始めよう。で寂れた町の小さな牧場を両親からプレゼントされたあなた、作物や、動物たちを育てて牧場生活を楽しみながら寂れた町に人を呼び戻し賑やかな町にしていこう。でまあひょいと気ままに牧場作りということで画面写真が4点あって、畑を耕し作物を育て採れたものを出荷しよう、動物たちと触れ合いながら愛情を込めて育てる、町の人たちと交流してイベントを行おう、通信で友達と一緒に牧場生活を楽しめるということで、まあね、その牧場生活のアピールとして写真と説明文があると。でその下に新要素も盛りだくさん、まあね、シリーズ作品なんで新要素があるのはいいですよね。主人公の容姿を自由にカスタマイズ、いろんな土地に旅行に行ける、自由自在にレイアウトした自分だけの牧場を作れるっていうね新アピール。で結局ゴールとしてはこの人たちと仲良くなった町の住人と結婚することもできる、ここね大事で、ジャンルはほのぼの生活ゲーム、まあ結婚したらほのぼのしてるかどうかはあなた次第です。以上作家でした。